人それぞれ、正しさは人それぞれとか、みんな違ってみんないいって言いますけど、まあ、もうぶっちゃけって言いますと、ある意味そんなわけないじゃないですか。みんな違ってるかもしれませんけど、みんないいとは必ずしも言えないですよね。どんな時に使うのかっていうことを考えたらですね、やっぱこう話し合ったりした時にですね、あもうこれは分かり合えないわ、そういう時に人それぞれだよねって、まあ多分そういうふうに言って会話を終わらせてしまいますよね。つまり人それぞれっていうのは、もう相手のことを理解しようっていう努力を放棄することにつながってしまう。人それぞれみんな違っていいと言った瞬間に、もうだから相手のことを理解しなくても放っておこうっていう、まあ、そういうことになりかねない。だ人それぞれっていうのはですね、一見すると多様性を尊重するいい言葉に見せかけておいて、実は相手のことをよく理解しないで切り捨ててしまう、そういう態度を助長するんじゃないかと、まあ、そういうふうに思います。例えば学生さんになんかいろんなテーマでね、哲学なんでいろんなテーマでレポートを書かせたりします。でそうするとですね、もうなんか難しい問題、例えばもうなんか脳死臓器移植はですね是か非かとか、あと人工妊娠中絶は是か非かとかですね、まあ、いろんなこう生命倫理の問題書かせるとですね、どんなことでも人それぞれで決めればいいって、なんか最後必ずそれで終わっちゃうんですね、大部分の学生が。しかもその時持ち出す理由っていうのが、ある意味こう非常に体制順応的って言いますか、結局世間でですね正しいとされているようなことをですね、そのまま丸呑みにしてそのまま吐くんですね。そういうのを見てるとですね、やっぱこう人それぞれっていうことで、やっぱ考えることを放棄してるなっていうふうに思わざるを得ない。第二次世界大戦が終わって、まあ十数年ぐらいはサルトルがまあ非常に流行したというところまでお話ししました。でその後ですね、まあ構造主義というものが流行します。で構造主義というのはですね、まあだから人間というのはですね、自分が生きている時代背景、歴史的な状況とか、あるいは文化的な背景、そういったものにまあよって人間のまあ考え方とか、行動といったものが規定されてくると。私たちが生きている社会にはですね、もう自分たちも気づかないようなこう構造がある。でその構造に我々はこう何て言いますか、絡め取られて生きているんだと、まあ、そういうことをまあ明らかにしていったわけであります。でその考えは例えば文化相対主義の考えにつながっていきますね。でも文化っていうのはですね、それぞれの正しさがあると。でそれぞれにどっちが優れているってことは言い難い。もともとだから文化人類学っていうのはですね、西洋のまあ植民地主義から始まる、ヨーロッパ諸国がですね、アフリカとかアジアを侵略する、で植民地にする、でそれで未開人の種族、珍しい種族みたいなものを研究するぞ、まあ、そこから始まっていきます文化人類学。ところがですね、まあ、第二次世界大戦後にはですね、まあ、そういう植民地支配された国々がまあ独立していく、まあ、そういった流れの中で、まあ非西洋文化、そういったもののまあ価値も見直されていく、まあ、そういった流れがあります。でところがですね、まあ、1960年代の後半ぐらい、いわゆる1968年のですね、フランスだったらフランス五月革命と言われるようなまあ市民運動、学生運動が盛り上がる。日本だったらですね、学生運動ですね、全学連とか全教頭とかいった人たちが、まあ政府に対して批判的な運動を行う。で例えば東京大学の学生がですね、安田講堂に立てこもって、でまあ機動隊がこうなんかこう突入して排除するみたいな、まあそういった事件も起こります。で彼ら、その市民運動とかですね、学生運動をやっていた人たち、その考え方っていうのは、まあ基本的には文化相対主義に、まあ理論的な背景を求めるような思想だったかもしれません。つまりですね、まあこの社会の中でもですね、やっぱこうマイノリティとマジョリティがいると、でマジョリティがマイノリティをまあ抑圧しているっていう、そういう構造があるじゃないか。
でマイノリティの権利を主張するんだ、まあ、そういう発想で、運動が行われたわけでありました。でまあ、同時期にですね、例えばフェミニズムの運動、女性の権利運動ですね、とかあの黒人の権利運動、まあ、いわゆる公民権運動ですね、さらには同性愛者の権利運動、まあ、それも盛り上がっていきます。でところがそうやっていくうちにですね、黒人女性がですね、いやこれ白人女性の支配じゃないのかっていうことを、まあ、例えば告発するようになっていく、まあ、そういうですね、あのマイノリティの運動の中でさらなるマイノリティが、いや私たちもですね、あの権利があるんだ、このマイノリティの運動の中にもやっぱりこう マジョリティとマイノリティの差がある、そこにもやっぱり抑圧構造があるじゃないか、まあ、そういうことを指摘する。でその結果やっぱりあのフェミニズムの運動もやっぱりちょっと分裂していくようなことがあります。で結局だからまあ60年代末から70年代にかけてのそういう市民運動はですね、個々別々の多様性みたいなものをある意味発見してしまったと言っていいかもしれません。その後ですね、1970年から80年にかけて、まあフランス現代思想といったものが、まあ日本でも非常に取り上げられるんですね。あの浅田彰さんっていう人の、構造と力とかね、あの闘争論とかね、高校生がみんなであの構造と力とかね、闘争論とか読んで、で、ワイワイ議論するっていったことがありました。まあ、その闘争論っていうね、題名にもあるようにやっぱりこう集団でこう戦うんじゃなくて、もうなんか個々バラバラに調散するんだ、調散ってあの百姓一揆とかで逃げて散るっていう調散みたいな、そういうイメージで捉えられてたのかな。でそれでですね、フランス現代思想が、まあ流行する、盛り上がるんですね。でそのフランス現代思想家、まあドゥルーズとかデリダとかね、まあそういった人たち、でも一方でやっぱりあの連帯しないと社会は変わらないよねっていうこともやっぱ考えてたんじゃないかなと思います。デリダっていう人はですね、実はあの、まあ、社会運動家といいますか、まあ、哲学者なんだけど、まあ、実践家でもあったっていう側面があります。で、まあ、当時やっぱりオイルショック以降ですかね、やっぱ科学技術を重視して、でそういう教育をしていく、で経済のためにこう学問研究やるんだみたいな、まあ、そういう動きがフランスでも、まあ、盛り上がるんですね。そういう状況に対して例えばデリダはですね、あのやっぱ哲学教育が大事なんだっていう、そういう運動を組織します。でそれで結局あの政府の方針変えさせるんですね。もともと哲学、あのフランスっていうのはあの哲学が高校で必修の授業になってます。でそれをちょっと減らそうぜっていう方向であの改革を進めようとしたんだけど、まあ、それを阻止してですね、ちゃんと哲学をやるぞって、まあ、そういうふうな成果を上げています。まあ、そういうことを考えるとですね、やっぱりなんか人それぞれの多様性を尊重してもみんな違ってみんないいんだって、連帯しないんだって、まあ、そういう発想では多分なかったんだというふうに思います。でところがですね、やっぱ1991年か、あのソビエト連邦が崩壊してしまいますよね。あのドイツのベルリンの壁が崩れて、それからしばらくしてソ連自体も崩壊してしまう。でそうするとその後アメリカ一強の時代が続くわけですね。まあ、今に至るまでアメリカ一強の時代が続いています。まあ、最近は中国が台頭してますけど、でそのアメリカ一強の時代にあってですね、やっぱ思想的にもアメリカの思想がやっぱ世界を席巻するようになる。でそれをまあ、あの後にと言いますか、しばらくしたらですね、新自由主義という、まあ、レッテルで呼ばれるようになりました。ネオリベラリズムというやつですね。で、まあ、これもともとはあの哲学者のロバート・ノーズィックのリバタリアニズムとかですね、あるいはあのミルトン・フリードマンというあの経済学者の、経済学、そういったものを、まあ、背景にするような思想です。まあ、フリードマンはあの皆さんご存知かと思いますけど、まあ、基本的に自由放任主義ですね。例えば金融政策なんかやってもですね、無駄だからですね、やめてしまえと。で自由放任にしてですね、市場マーケットの力に任せておけば、まあ大概のことは解決する、まあ、そういう思想。